未王女、未セントとハイのフローモデルによるメンタルステート図。チャレンジレベルとスキルレベルの二軸で表される。退屈は、なすべきことがなくて、時間を持て余しその状況に嫌気がさしているよう、もしくは実行中の事柄について、関心を失い飽きているよう、及びその感情である。ある程度の時間にわたって、興味を持てる。 感覚的な刺激が得られない状態で、その状態を維持することを求められると、当初は、どのようなものかに興味が持てるかもしれないが、その内容に、見通しがつき、それが興味を維持できないものであった場合、飽きが来る。それでも止めることを選択できない場合、それを続けるのが苦痛になる。この状態が退屈である。教科書を、ただ棒読みするだけの先生の授業や、 会社での単調な作業はひどく苦痛である。これが退屈という感情である。退屈は眠気を誘発することがよくあり、まずは首が出る。そのまま寝いることを居眠りという。何もすることがない状態で、積極的には何もしないことを暇という。この状態は疲労回復が必要な場合などでは、貴重であるが、そうでない場合、あるいは疲労がある、程度回復した場合には、 暇を持て余し、退屈を感じるに至る。暇でなくするために何かを始める場合、これを暇つぶしというが、ほぼ退屈しのぎと同義である。長い休暇を取り、体を休めるのは時に退屈を誘発する。これを嫌い、バカンスなどの際に、細かな日程や予定を組み入れ、賑やかに過ごそう、との考え方もあるが、むしろバカンスでは、退屈を楽しむべき。 との判断もある。することがあっても、例えば話を聞くような需要的なものである場合や、単純で軽い作業の繰り返しである場合には、次第に退屈を感じる。退屈の状態で居続けるのは、苦痛なので、感覚や刺激に変化を与えるのは、良い対抗策である。自分で、そのような刺激を求めてわずかな刺激の変化を求めて、行われるものを、退屈しのぎという。 例えばつまらない、授業、講義や講演を聞き続けるのは退屈であるが、それらへの参加を余儀なくされることも多く、その場合、眠くなっても眠るわけにはいかない場合が多い。もっとも積極的な方法はその講師に対して、講義する、あるいは質問をぶつけることだが、それが許されないことも多い。消極的な方法は、膝をつねってみるなど、 とにかく寝ないように刺激を与えることである。外見には目立たない方法として、落書きをする、死語をする、指遊びや、鉛筆回しに強じるなどもよく行われる。運動や作業を行っている場合、それほど負担が少ない単一の活動を単純な、繰り返しで行うときに退屈を生じやすい。その意味で歩くのは退屈なことであるが、普通は、歩くことで、 場所が移動するので、周囲の景色が変わるのが良い刺激になる。したがって、室内の器具の上で歩くのはかなり退屈である。また、退屈は、肉体的疲労感を加速する。単純労働においては、これは、作業効率の明確な低下をもたらす。かつては物を作るのは、様々な工程を一人で行う複雑な作業で、あったが、工場製紙工業以降、 次第に、各段階を分担する流れ作業が導入され、次第に退屈なものとなった。作業工程を切り分けて一連の単純作業を取り出し、作業転換に必要なタイムロスを省くとともに、非熟練工でも即座に、登場労働を担えるようにするのが流れ作業の願目であったが、あまりに単純すぎる作業はかえって労働意欲の低下を招くのである。したがって、 退屈な作業を行う際には、音楽など、他の刺激に変化を求めるのがよく行われる。また、時間を分けて、作業の種類を取り替えるなどの対策も取られることがある。現在では逆に数とが様々な段階に手を、触れるようにしている例もある。 安定した定職や一定の活動だけで生活を維持できる立場を持つ者にとって最も退屈なのは日常生活であり得る。日々の営みが毎日同じもの、無難な事象だけであれば、それが苦痛となる場合もある。そういった場合、日常生活に多少の波風を期待するという場合もある。そのような生活とは全く逆に人生に語ることが、 あまりにも多いのが、波乱万丈という事態である。しかし、実際には、波乱万丈な人生は大変であり、退屈な生活はむしろ幸せな状態と見ることも、できるだろう。その意味で、退屈を許容することは幸せを知ることでもある。退屈に甘んじるべきだという教えは、日常道徳の中でよく聞かれるところであるし、用の東西を問わず、 伝統的哲学をかなり通俗化させた見解でもある。一般的には退屈は価値のないものと考えられがちである。しかし、まず生活に余裕がないと退屈は生じない。一瞬一瞬に命がかかる生活では退屈を感じるわけにいかない。その意味でおそらく狩猟生活などで厳しい生活を送っていた頃の人類には退屈はなかったであろう。 満腹して座り込み、顔を上げて、星空を見たのが、文明の始まりとの言葉もある。退屈はそれを抜け出る方法の模索への意欲を引き起こし、新たな刺激ややり方の模索への動機ともなる。芸術は、感覚的刺激の新しいものを常に模索してきた。更新は、先人の技術を継承し守り育てるが、それは似たような作品の、 単なる繰り返しとなりかねない。その結果、古いものは往々にして退屈と感じられるようになる。従って、更新はそれを超える何かを探し、その積み重ねがその分野の枠を広げてきた。刑務所に収監された人々の中には退屈との戦いに悩まされたと告白している例が少なくない。中でも、独房での監禁は、 ロームや他人との交流といった退屈しのぎすら奪われた状態であり、長期化すると精神衛生上の危機にさらされるケースもある。懲役や禁錮といった自由形には、社会との隔離と,とともに退屈によって生じる苦痛の強制が意図的に組み込まれているという見方もある。2005年、青山学院大学附属高校の入試において、 姫百ゆり学徒の体験談は退屈という生徒の感想文を読んで問いに答えるという趣旨の問題が出たことが問題になった。また、この文章が生徒のものではなく教師が作文したことが明らかになり、それを含めて大きな論議を読んだ。これに関しては、平和は退屈ですか、等が出ている。シンシア・フィッシャーの定義によれば、 退屈が意味する心理学的過程とは、現在行われている活動に対して、興味を全く失っており、集中しがたく感じるような、不愉快で一過性の情動的状態のことである。MR リリーラの定義はもっと簡潔だが、要点は同様と言える。つまり、退屈が認知的注意力を働かせる過程に関連する、情動的経験の一つだというのである。 これらの定義から退屈を感じるのは何もすることがないからではなくて、ある特定の活動に対して執着することができないからであるということがわかる。何かに関与したいという深い欲望を我々はしばしば持っているにもかかわらず、関与したいと思わせてくれるものが何もないというわけである。一説では退屈には三種類あり、そのどれもが注意を集中できないという問題を 含んでいる。何かにすることがどうしてもできない。望んでいない活動をやらされている。これといった理由はないが何もする気になれないとか何も見る気になれない。といった場合に退屈感を持つ。心理学的に重要な構成概念としては、退屈感思考すなわちあらゆる種類の退屈を経験しようとする傾向がある。この度合いを測るのが退屈感思考スケールである。 上記の定義と符合することだが、最近の研究でも退屈思考が、注意の欠如と明らかに関連しており、負の相関があると考えられている。理論的に言っても、また臨床的研究が教えてくれるところによっても、退屈感と退屈感思考はどちらも、抑うつ的傾向と関連している。とはいえ退屈思考は、抑うつ的傾向だけではなく、 注意力不足とも深く相関していることが明らかになっている。しばしば退屈は些細で実害のない現象だとみなされているが、心理学、医学、教育学、社会学など様々な角度から分析することができる複雑な現象と言える。日常生活で何らかの活動に没頭している、時には目的ある活動だからこそ意味があるのだと知っている。 そのような日常生活で生じることがある。退屈の一つには、機械的な退屈がある。機械的退屈とは、パスカルが、バンセの中で述べているように、行いたいと思っている活動を邪魔され、その時間的継続性を繰り述べざるを得なくなってしまう。ゆえについついたのことをしたくなってしまう時に生じるものである。ただし、もっと一般に、 私たちは活動そのものがつまらないせいで退屈になる時もある。その場合には我々の注意を留めることがないのは活動そのものであって外的要因のせいで活動のプロセスが邪魔されているわけではない。興味を引くに足る目的を欠いた活動であるために退屈なのである。その時には暇つぶしをして活動のつまらなさを補おうとする。つまり、 まさしく暇を過ごすことが問題なのである。退屈している時には、始終時計を見て時間が過ぎているのを確認してしまうが、それは今直面しているのが、空虚な時間性であって、その空虚さを埋めたいと思っているからである。以上の2種類の退屈に加えて、さらに根本的な退屈がある。すなわち、人が自らに対して、おのずから退屈することである。 普段なら彼の活動に意味を与えてくれるものが周りにいくらでもあるのに、もはや目的ある時間性の中に一切何も組み込まれることができなくなるのである。そのうちに地上的活動に立ち返って目的ある時間性を再発見できるだろうとははっきりわかっているが、それでも一切何をする気にもなれないという欲望の不在に飲み込まれてしまう。それどころか、 自らをとことん嫌悪し、絶望の挙句自らの生きる時間を空虚と感じるまでになる。この場合厄介なのは、活動対象ではなく、目的の欠如と従って、意味の欠如に苛まれている、自己自身なのである。このような、自らの死でさえ何の意味もなく、一生をかけてさえ、一切の目的を実現できないという経験は全く、耐えられないものであり、 吐き気を催すようなものでさえある。人はその時暗い気持ち、憂鬱になる。憂鬱とはメランコリー、すなわち古代の体液説でいう黒炭汁のことなので、ある。そこで、意気承知にした気持ちを吹き飛ばすために、気晴らしをしようとする。ここで気晴らしとは、楽しい娯楽であるだけではなく、存在論的真理の問題に直面するのを避ける。ために、あえて行う深刻な、 活動なのである。退屈に陥った人が知るのは、自らの有限性という悲惨事であり、気晴らしによって、その事実から目をそらそうとしている。ハイデガーは、刑事上学とは何かの中で次のように述べている。深き退屈は、現存在の深淵を沈黙する霧のように、さまよい回り、すべての事物やすべての人間、そしてそれらと共にある、人それ自身をも、 一緒に一種不思議な無関心の中に落とし入れるのである。この退屈が全体としての存在事物を堅持するのである。だからといって、この悲惨ことから目を背けようとしても、かえって一層悲惨になるだけである。なぜならこの悲惨時のどこが悲惨なのかがわかっていないからだ。すなわち退屈が内に秘めている教育学的可能性に目を向けていないのである。したがって、 この退屈という空虚から目を背けることなく、空虚を満たすべきなのである。パスカルにとって、無限の空虚としての、この退屈の経験は、必然的なものであり、この空虚を埋めてくれるのは、信仰の神という無限の存在によってのみである。とはいえ正解は一つではない。様々な回答があり得るが、どの回答が良いか判断するよりも、 それぞれの回答の持つ意味を知ることが大切である。すなわち、単に退屈から逃れるための気晴らしをしているに、過ぎないのか、それとも、退屈の反復によって、退屈を自ら引き受けているのかが鍵を握っているので、ある。したがって、気晴らしの人は、反復の人と、根本的に異なっている。気晴らしの人は、自分が、存在論的空虚を持っているとは気づいていないので、 退屈の中に何があるのかを知ろうとしない。彼は自分が充一した存在だと思っており、存在論的に確実な存在だと思っている。しかし、ジャック・ラカンが述べているように、自分を王だと思う人間が強人だとすれば、自分を王と思う王も、やはり強人である。自分はすでに深い存在であり、自分の陶器によってそのことが当然にも開示されると。 信じているがゆえに、気晴らしの人は、現在において、未来を生きている。このため、退屈が生じたとき、彼は、自らが、欺瞞的であるために、自身に対して誠実であることが、できず、たちまち生き承知してしまうのである。反対に、反復の人は、退屈の経験によって、自らを取り戻す。反復の人は、退屈によって明らかになる確実な土台の上で、 自らが行動しているのだと知っている。言い換えれば、反復の人は、自らが、存在論的には無価値であるのを知っているのである。この空無性に身を晒すことは、自らの真の目的に身を晒すことでもある。すなわち、すでに切迫している、彼自身の死に、あるいは、ハイデガーの言う、彼自身の不可能性の可能性に身を晒すのである。その時反復の人は、 非意味のもとに意味を得る。言い換えれば、反復の人は、自分が、存在論的確実さを備えているとは思って、いないので、自分の未来ばかりを見ようとはしない。彼は、未来から見て自分がかつて何であったかと考えるので、あり、すなわち、全未来を生きるのである。反復の人は、どんな活動をしている時でも自らに、誠実なので、過去を、 自分の現在につながるものとして見ることができる。なぜなら、自分が過去に行ったことが、現在の自分を構成しているからである。退屈において、また退屈によって明らかになる自らの死という、存在論的欠如を土台として彼自身の本質が、常に、すでに規定されているのだから、このような反復の人であれば、自らの本質に立脚して、自身に、 固有の意味について疑瞞なく主張できるのである。大江健三郎はエッセイ、新しい文学のためにの中で、チェーホフの小説、血統を引きながら、馬車から見える、切り立った岩壁と背後の山々と白母の空の織りなす、絶景でさえ、あるものには、素晴らしい見晴らしと感じられ、あるものには見飽きた、つまらない風景としか映らないと述べている。大江が、 ロシアフォルマリズムの表現を借りて主張するところによれば、全く同じ景色であっても、想像力の働きを介してそれが、以下されるか否かによって、それを退屈と感じるかが変わる。以下によって単なる言葉から文学的イメージになるのだとすれば、退屈の分析は文学理論にとって重要となろう。別の観点から考えるとすれば、 昔話の構造を考えるとき、退屈に対して、どのように振る舞うかが、物語の展開にとって、大きな役割を果たすことがある。ウラジーミルプロップが、昔話の形態学で示した図式に従うなら、ある種の昔話は、金を貸されている主人公が、何らかの原因によって、金を破ってしまったことによって開始される。金を破る原因は、命令を忘れていたとか、 何かに夢中になりすぎたとか様々であるが、要するに退屈したのである。そして、金を破ったことによって、主人公に対する敵対者が登場し、物語が大きく展開する。主人公が、どのようにして、自分の敵対者と対決し、克服していくかに焦点が移っていくのである。金を破ることが、大きな危機を招くという昔話のプロットには、 昔話の伝承者である民衆が抱えてきた何かしらの感覚が伺えるだろう。プロップの言葉を引けば、これは子供のことを思い煩う親の日常的な心配ごとと考えることもできよう。しかしそれだけではない。そこには単なる懸念ではなく何かもっと根深い意図が伺える。一言で言えば、それは当時の民衆が感じていた。 人間を取り巻いている目に見えない力を前にした恐れなのである。とはいえ退屈に負けて外に飛び出していった主人公の物語をうちに我々は民衆が持っていた別種の願望のようなものにも気づくかもしれない。主人公は自分に降りかかった災いをどうにか克服したのではなくて自ら冒険に飛び込んだとも言えるのではないだろうか。昔話を聞いた ロシアのミニシューは、それが誰にでも克服できるわけではない試練の物語だと知りながら、主人公の活躍に喝采を送ったであろう。試練の物語が、プロップの言うように古くからの加入儀礼の記憶に根を持っているとすれば、退屈とそこからの克服は、人間的営みの根幹に触れる概念なのである。そう考えてみると、高貴な身分の主人公が退屈を解消するために、 外出し、身分を隠して、庶民と接触し、後に身分を明かすという、新しさんが、庶民生活の中で活躍する八代将軍の、時代劇、暴れん坊将軍や、直参旗本、早乙女門戸之助の物語、旗本退屈男のプロットの中には、昔話のプロットと、共通するところがありながら、相反するところもある。退屈に安住せず冒険に乗り出す。 主人公たちを見て視聴者は留院を下げたであろう。しかしそこには危機に直面することへの恐れはもはや感じられない。それは発達した都市文化を背景にしてしか成立しない感覚なのである。したがって退屈を前にしてどのように考えるかは時代的にも社会的にも異なる。退屈について問うことは自らについて問うことである。 チークセントミハイ、M、ファインディングフロー、1997、AB ヒータートゥーヒー、退屈、息もつかせぬその歴史、し木ぎな約役青二社 2011ISBN9 兆7847億9176万6215、ピアニッシモ109から122、フィッシャー、CD、ボーダムアットワーク、A ネグレクテッドコンセプト、ヒューマンリレーションズ、 四十六、三百九十五、四百十七、P 三百九十六、リアリー、MR、ロジャース、PA、カンフィールド、RW、アン C、ボーダムイン・インターパーソナル・エンカウンターズ、アンティシデンツ・アンドソーシャル・インプリケーションズ、ジャーナル・オブ・パーソナリティ・アンド・ソーシャル・サイコロジー、五十一、九百六十八、九百七十五、P 九百六十八、チェーン。 J.A. Carrier, J.S.A., and Smilic, D.E. Absent, Mindedness, Lapsis, Inconscious Awareness and Everyday Cognitive Failures, Consciousness and Cognition, 15, 578から 592, Farmer, ーー R. and Sundberg, N.D., Boredom Proneness, The Development and Correlates of, A New Scale, Journal of Personality Assessment, 50, 四十七、フィッシャー、CD、ボーダム・ワット・ワーク、A。ネグレクテッド・コンセプト、ヒューマン・リレーションズ。四十六、三百九十五、四百十七。ハット・カリエール、JSA、チェーン、JA、アンド・スマイリック、D。エブリディア、テンション、ラプシズ、アンド・メモリー、フェイルワーズ。ザ・フェクティブ・コンセクエンシーズ・オブ・マインドレスネス、コンシャスネスアンド・コグニション、ソーン、DA アンド・スケアボ。 MW, Effects of Instruction Type and Boredom、um, Proneness, Invisilance, Implications for Boredom、um、and Workload, Human Factors, 37, 752-765, Badana Beach, SJ, Burner, KM, and Gilbride, TV, Boredom、um, Proneness, It's Relationship 2, Positive and Negative Affect, Psychological Reports, 69, 1139,146カリエール JSA, チェーン JA, アンドスマイリック D, エブリディアテンションアプシズアンドメモリーフェイルワーズザアフェクティブコンセクエンシーズオブマインドレスネス、コンシャスネスアンドコグニション、ハイデッガー全集、第29三十巻刑事上学の根本諸概念、ガワラサカエボン、セベリン・ミラー役、総文社、1998年、 これは1929年から1930年にかけてフライブルク大学で行われた講義の記録であり、ハイデガーが退屈について最も後半に言及しているもの。マルティン・ハイデガー、刑事上学とは何か、大益吉郎役、贈呈版、理想者、1961年、46ページ。これはフライブルク大学就任講義として行われた、 公演の記録で、ハイデガーが退屈について論及した、最初のもの。ジャック・ラカン、神的因果性について、エクリアイ、公文九1972年、230ページ。大江健三郎、新しい文学のために、岩波新書、1988年、70ページ。ウラジー・ミル・プロップ、昔話の形態学、北岡誠二福田道夫役。 白馬処方、1987年プロップ、魔法昔話の起源、斉藤君子役、セリカ処方、1983年、36ページ、魔法昔話の起源43ページ。ありがとうございます。